皆さん、おはこんばんにちは。うぷ主です。今日は、アニポケマスターズトーナメントの、マスターズ8第2試合、ワタルバーサスカルネについて、お話しさせていただきたいと、思います。よろしくお願いいたします。まず、この試合の勝敗ですが、本当に予想できないので、勘ではありますが、経験の差で、ワタルさんが勝つと思います。相性では、カルネさんが有利ですが、チャンピオン歴の長いワタルさんが、相性だけでは勝てないよ、的なことを、言ってほしいですね、笑い。でも、カルネさんも短いわけではないので、メガサーナイトで、無双してほしい感じもしています。この試合は、普通に、面白いと思います。続いて、お互いの手持ちですが、ワタルさんが、海流、サザンドラ、キャラドスとなっています。次にカルネさんですが、アマルルが、パンプジン、サーナイトです。ダイマックスギャラドスバーサスメガサーナイトが、楽しみですね。まあ、でも、新無印のことなので、やるかはわかりませんけど、さすがにこれもなかったら、かなり荒れそうな気がしますね。お互いチャンピオンなわけですから、いい試合を見せてほしいですよね。個人的にですが、両方応援しています。皆さんは、どちらを応援していますか？コメント欄で、教えてください。この試合の勝敗等も、考えてみてくださいね。この試合でやったら、一番ダメそうなのが、この勝負、引き分け、ですね。そして、引き分けは、両者敗退扱いで、次の準決勝には、出られないとか。まあ、さすがにないと信じたいですけど。けど、今の新無印の展開なら、ノーと言い切れないのが、怖いですよね。この新無印が、どこまで炎上してしまうのか、もうここまで来たら、落ちるところまで、落ちてしまいそうなのが、怖いです。皆さんは、どう思われますか？コメント欄に書いていただければ、嬉しいです。今日の動画は、これで終わります。ご視聴ありがとうございました。また、次の動画でお会いいたしましょう。